第二次、伊藤内閣は、白爵の伊藤博文が、第五代内閣総理大臣に任命され、1892年8月8日から1896年9月18日まで、続いた、日本の内閣である。伊藤は1896年8月31日に、総理大臣を辞任し、同年9月18日に、松方正義が組閣するまで数密院議長の黒だ。 清高が総理大臣を臨時兼務した。伊藤内閣1892年8月8日、任命。在職日数1485日。黒田内閣総理大臣臨時兼任1896年8月31日、任命。在職日数19日。1892年8月8日任命。内閣発足当初。全内閣の第一次。 松方内閣は、民党が多数を占める衆議院への対応がうまく行かず、また最終的には、元君が全員閣外に出て、閣僚間の統制が取れなくなり総辞職に追い込まれた。1892年8月2日に退命を受けた、伊藤は、主だった元君の入閣を要請、元首相の黒田清隆、山形有友や、名優の井上薫、陸海軍大臣を長く務めた。 大山岩尾と最後を継ぐ道もそれぞれ復帰し、前首相の松方も増将として再入閣した。このため、元君内閣と称された。また、第二本帝国憲法制定に尽力した井上岳氏、伊藤美代子、金子健太郎の三人も政府入りさせた。帝国議会の開設以来、山形、松方両内閣は、 衆議院で多数派を握った野党勢力と対立し、法律や予算の成立で苦労を重ねた。伊藤内閣成立後、第四回帝国議会における予算審議で政府原案は海軍拡張や産業振興を主とした積極的な財政投入、増税を盛り込んだ八千三百七十五万円の規模なものであったが、民党は民力給与を、政治節減を掲げて、 これに反発、軍艦建造費を全額削除するなど、予算の一割削減を査定した修正案が衆議院を通過した。1月23日に議会は閉会され、閣議などで前後策が協議されたが、伊藤は民党側への歩み寄りを提案した。結局、井上武氏が、象徴による政府と議会の和睦の呼びかけにより、事態打開を狙うべきとの提言が採用され、 2月10日、明治天皇より和中共同承諾が出される。その後、内定費300万円と管理の法61割、削減を条件に政府と議会は妥協を成立させ、改めて両者協議の末に、歳出8113万円に訂正した予算案を通過させ、28日に閉会、軍艦建造費を確保した政府と発言権を拡大した議会の痛み分けに終わった。 以降、伊藤は、民党と連携し、議会に地盤を築くことが、安定的な政権運営には不可欠であると認識し、とりわけ自由党との接近を模索する。自由党側も、単なる政府批判を不毛と考え、板垣総裁と幹部補し、通河野博中、松田正久らは会議で党の基本方針は、政府と対決しつつ、政策との一致点があれば協力もすると決議した。 一方民党のもう一つのオスである立憲改進党は引き続き、反政府の姿勢の堅持を標榜、自由党を含む民党連合構想を掲げており、両党の足並みが揃わなくなってゆく。また、管理の法録など憲法第67条に、規定されている政府の同意が必要な歳出はしばしば、清掃の焦点になっていたが、 和中共同首相直による削減と3272人にも及ぶ大幅な人員削減などの行政整理で170万円。捻出した結果、67条論争はやんだ代わりに憲法に書かれていない事柄は政府と議会の協議が暗黙の了解となる慣習が作られ始めた。この慣習の構築には自由党の政府への接近も絡んでいた。議会閉会後、 政府は行政整理や海軍改革に尽力する一方、7月に、陸津宗光外務大臣は条約改正に乗り出し、青木修造中毒講師を通してイギリスとの交渉に入った。だが、内地雑居を解禁する交渉方針に反対する勢力が10月1日に大日本協会を結成、国民協会、海進党、東洋自由党、同盟クラブ、 政務調査会を加えた6団体が中心となって、外国人に対する強行策を要求。衆議院においては、自由党が政府寄りの立場を取ったほかは、総じてコ六ロッパを構成した。11月28日開会の第5議会において、コ六ロッパは条約令公権議案を提出する一方で、道の区外省とのつながりが深い自由党の有力議員である。 星通る衆議院議長の汚職疑惑を攻撃する。この疑惑では、星は議長不信任案の拒否をしたが12月13日に議員除名され、後藤翔二郎の商務大臣と斉藤修一郎次官も取引所不正疑惑がかけられ、辞職する。一方自由党は、コロッパの動きには組みせず、先の第四議会の和協の招徴を受けての行政整理の、 実行を取り扱っていたが、コーロッパの条約励行権議案の成立の降参は、大きく、英国との交渉に悪影響を生じる、可能性があった。可決を阻止したい政府は19日に定会をちらつかせて、コーロッパに権議案撤回を持ちかけたが、応じなかったため10日間定会、解除された29日に再定会し30日に解散され、権議案は廃棄された。 会期はわずか32日であった。年が明けた1894年3月1日に第3回衆議院議員総選挙が行われ、コロッパの中心だった国民協会は与党にもかかわらず、政府と外交方針で対立したため指示を得られず、議席を半減、議席を増やした改新党がコロッパの主導権を握る。一方の自由党も、 議席像とはいえ両者は過半数を取れず勢力は、きっ抗した。3月28日、日本に亡命中の金玉金が朝鮮からの資格によって暗殺され、高ッパはさらに主張を強める。5月12日に召集された第6特別議会では、内閣弾劾上層案が上提されたが、自由党ほか省会派が反対に回ったため、僅差で否決される。しかし自由党は別に、 内閣の行為に関する上層案を委員会に提出、高ッパとの審議において、さらに政府の方針を急断する修正がなされ、自由党の多数もこれに同調、三十一日に上層案は本会議において可決される。収集がつかないと見た政府は六月二日に会議が一月にも、満たないうちに再び衆議院解散した。この政局の間、条約改正交渉は進み、 解散で時間稼ぎしたことが幸いして7月16日、日英通商公会条約定決による領事裁判権の撤廃に成功する。6月に朝鮮半島で起きた交互農民戦争への軍事介入を機に朝鮮の創始国である清と乱後の対処をめぐり、対立8月1日に日清戦争が始まると9月1日に第4回衆議院議員総選挙が行われ、 選挙結果に大きな変化はなかったが、政府は15日に広島へ大本営と帝国議会を移して戦時体制を確立し、10月18日から1週間の会期で開かれた第7回臨時議会は、今までと違い予算案や法案が全会一致で可決され挙国一致体制となった。12月から翌1895年3月まで、 東京で開かれた第8回通常議会も1895年度予算と臨時軍費がスムーズに可決。日清戦争は日本の勝利で終わり1895年4月17日、伊藤と道の区は日本全権として新国全権利交渉と下関条約を締結した。この内閣の長期政権化にはこの戦争での勝利の影響が大きい。 だが4月23日の三国干渉、続く10月8日の木戸羊事事変と1896年2月11日の露間破戦によって新たにロシアが朝鮮に進出、日本の朝鮮半島への影響力はむしろ低下し、戦時中の政府と民党の協調関係は次第に崩れていった。このため、伊藤は復讐の道の区外省と、 伊藤美代寺内閣初期官庁を通して自由党の提携に乗り出す。6月15日、対外構成力の声優優司会は、軍備拡張、官僚問題、朝鮮問題を中心に据えて、運動方針を策定したが、自由党はこれらの動きと一線を画することを宣言。7月17日には、政府の対外政策への支持を代議司会で表明し、11月22日には、 政府と自由党との間で、提携宣言書が施行される。自由党との連携によって、続く第9議会では、政府の議会運営は自由党の協力を得て、円滑に進み、陸海軍のさらなる拡張や増税など、大幅に拡充した、予算案が少ない削減だけで済み通過、公開奨励法、造船奨励法、民法、日本官業銀行法など重要な法案も次々と、 成立した。一方の対外公派は団結を進め、1896年3月1日、改新党を中心に新歩党を結成した。4月14日には自由党の板垣総裁が内務大臣として入閣、政元議長が中米大使となり、その他内務上ポストに自由党人が就任するなど、自由党の与党化が進んだ。さらに、 大熊党首の外相就任による新歩党の与党化も図ったが、板垣が反発する。さらに政府内でも、政党との連携を心よく思わない勢力が山形、元法省を中心に反発を強めていた。また、松方現像省を筆頭とする薩摩閥も新歩党と提携して、伊藤と反目した。伊藤はこれ以上の政権維持は困難であるとみて8月31日に、 辞職した。伊藤の辞職後は、黒田駿密委員議長が臨時首相を務め、9月18日に松方が首相復帰、新歩党を与党に迎えて、第2次松方内閣が成立する。第1次伊藤内閣での文部大臣森有則は、市販学校令、小学校令、中学校令、帝国大学令などを総称した学校令を交付して、 教育体系を作り上げたが、各個人の自立を促し、実学に興味を示して、生産活動に励み、社会活動を通して、国家の発展に尽くす人民の成長を目標にした、教育は森が暗殺され、中断、1893年3月7日から1894年8月29日まで文章となった井上武氏が森の政策を引き継ぎ、 産業発展や国際情勢に対応可能な人材育成へと教育目標の向上に努力した。井上の教育政策は文章諮問機関として教育高等会議の成立計画、職業に必要な基礎知識を教え未就学者を受け入れる実業補修学校、さらに進んだ専門知識を教える職業専門学校である都定学校の設立、中学、 高校を改編して尋常中学校に実習科目を追加、新たに実家専門の実家中学校も追加、高等中学校を尋常中学校と高等学校に分離、改編する改革を行った。これらの政策は、井上の在任中に全て実現したわけではなかったが、森の教育政策を基礎として井上が進学ルートを多く作り出し、それらの学校は、 人材育成に役立っていった。伊藤は二度の内閣で森と井上それぞれの教育政策を指示、実学を通した人材育成を重視したが、官僚養成機関である帝国大学にも目を向け、1893年2月の和中共同省直で行政改革が約束されたのを機に、帝国大学と私立法学校卒業生が進む官僚への道を改めた。 10月に文官任用令を制定して、どちらの大学生も官僚になるには、高等文官試験を受けるべきとし、試験に合格しても、司法という資格で3年間使用期間を過ごす監修を廃止し、合格者は直ちに官僚になる。辞職して官僚も政府に再登用される余地を残すなど、官僚採用枠を広げる制度を推し進めた。それでも、 帝国大学から猛反発を受け1894年に学生がボイコットする騒動が起きるが、1895年以降、試験は実施されて順調に滑り出し、西園寺金持文章による京都帝国大学設置提案6月に創立もあって、感慨の門戸は拡大していった。明治の重要課題であった不平等条約改正は第一次伊藤内閣でも、 井上薫が外相として外国交渉に努力したが中途半端な外国との妥協が外部に漏れて民党からも政府内部の反対派からも非難され井上が責任を取り辞職交渉失敗という苦い経験があった続く外相たちも相次いで失敗第二次伊藤内閣で外相に就任した陸津宗光は中毒講師に転任した青木を通してイギリスと交渉 他国が交渉に応じなかったという事情もあり、イギリスとの締結による一点突破を図った。青木とイギリスの交渉は順調に進んだが、そこにコロッパが実現を図る外国人弾圧策が障害になる恐れが浮上した。交渉に水を差されたくない政府は二度にわたる衆議院解散で時間を稼ぎ、空白期間も含めてイギリス交渉を推し進めた結果、 1894年7月16日に日英通商公開条約を締結、領事裁判権撤廃に成功した。成功の理由は、日本が布国強兵や文明開化などで国力を蓄え、西洋文明の同化で列強から対等国家として認められたことにあった。条約改正は現場の青木が働いていて、道の区は自由党との協調。 最初の解散提案などの議会工作及び、伊藤や青木との接触が主な仕事だったが、大臣外交は、交互農民戦争で混乱した朝鮮へ出兵、清との改戦の口実を設けるべく大鳥圭介、駐在朝鮮行使に口実を探るよう命じ、内政の危機を外交で打開しようと手を尽くした。伊藤は、道の区の方針に賛成しつつも戦争へ向かうことに、乗り切れなかったが、 8月1日に日清戦争が開戦すると、道のくや井上と共に戦時体制を整えつつ、井上を朝鮮公使に転属させて内政改革に当たらせた。開戦直前にロシア・イギリスが真と日本の朝廷を買って出たが、道のくはそれを拒み列強の介入を避けた。1895年4月に下関条約が締結され台湾。 両党半島領有が決まった直後に、ロシア、フランス、ドイツが組んで、日本へ、両党半島返還を勧告した。列強の干渉は、戦時中からムツラ政府が予想していた出来事だったが、参加国、韓国まで読み切れず、日本の戦力は限界を迎え、清が韓国を口実に条約を破棄する、可能性もあったため、韓国を受け入れ返還した。これに民衆が意き通り、 反路感情が高まり、真の弱体化が暴露され列強が進出、対外交破も政府の攻撃を格作するようになった。三国干渉後、井上が帰国すると、朝鮮が日本の改革を破棄し、日本の影響力は排除され、井上の後に行使になった三浦五郎は、勢力挽回を図り10月に便非暗殺事件を起こしたが、1896年2月に構想が、 ロシア公使館へ移され、帰って、朝鮮を遠ざけてしまう事態となった。伊藤は、日露協商論に転換し、山形を全権として、ロシアへ派遣、6月に山形、ロバノフ協定を結び、朝鮮に一定の勢力を保持したが、ロシアや列強が中国分割を推し進める中で日本は取るべき、外交について、試行錯誤することになる。政府は、 日清戦争で得られた3億円もの賠償金を元手に積極的な食産工業、布告協兵を計画した戦後経営に乗り出し、日本は戦争元気に沸いた。1895年に計画され、第9議会で可決された1896年度予算案は、歳入を酒造税、タバコ専売税、営業税、登録税、国債や賠償金で賄い、 1>, 1億5250万円にも、上る歳出は多彩な用途に充てられ、陸軍師団増設、海軍拡張計画をはじめ、八幡製鉄所建設費、官営鉄道建設、電話事業拡大、台湾経営費などに及んだ。また公開省令法、造船省令法による、航路開拓、造船など、海運発展支援という質省令。 日本官僚銀行法など特殊銀行設立による台湾経済の発展を推し進める端緒もこの時期に始められた。1894年1月22日に後藤翔二郎農商務大臣と斉藤周一郎次官が不正疑惑で辞任。榎本武明が大臣になり金子健太郎が次官に就任すると農商務省も商業組織の創立を計画。 ヤワタ製鉄所の設立準備に製鉄事業調査会を立ち上げ、日本の発展に商工国家を目指すべきと提案。政府の経済諮問会議として、農商工高等会議開催に尽力するなど、積極的に日本経済の方針に関わった。戦後経営は、歳入、歳出のバランスが大きく崩れて、国債、外債に頼る赤字財政にはまった。 進出した海外市場で欧米、中国継承人との対立を生み出すなどマイナスも多く見られたが、後継期に湧いた日本は工業生産を大きく伸ばし、生産増に伴う海外への輸出、企業の急成長など日本の繁栄が見られたことも確かであり、第2次、伊藤内閣大臣後も1897年で、近本位制へ移行。 1901年の八幡製鉄所創業などで日本は工業国家として歩みを進めていった。ありがとうございます。